自分はフィギュアを結構学生の頃から集めてて、原型師っていうののバイトの募集をちょっと学生時代に見つけて、でそこの工房に遊びに行かせてもらいながらバイトをしたっていうのがきっかけですね。まあ、自分自身アニメや漫画好きなので、そのキャラクターがこう実際にいたらどういう立体感なのかなとか、それはやっぱ 3D 的な、まあ、立体的な見方を見せてくれるものなのかなっていう。基本的にはアニメとか漫画のキャラクターがあるので、それをいかに再現するかが僕らの原型師の仕事だと思うので、芸術となるとやっぱりその人の内になるものとか、ちょっと形容詞で表現してしまうようなものを立体にする行為だと思うので、ものと芸術作品っていうぐらいもう全然別物かなと僕は思っています。タバコも僕吸わないし料理はちょっと好きなぐらいですけどね。三十を選んだ理由、ちょっと今回やってみたい、ギミックというかアイデアがあったので、空中に浮いてるようなフィギュアを作るときって、生産でこうどうしても透明の柱が立っちゃったりするんですけど、その柱を造形に組み込んでしまえばフィギュアだけが浮いて見えるんじゃないかなって思って、で今回その柱の部分を、まあ、マントのシワに沿わせてしまって、もしかしたらポイントポイントによってはもう完全に浮いて見えるんじゃないかなとか、そういうちょっと面白い要素をちょっと一体ながではね、ちょっと面白い要素が足せればなと思って、なんかちょっとこう遠目で見てもあワンピースのフィギュアだなって分かるようにしたいなと思って今回は考えました。僕もフィギュアは一ユーザーとして好きなので、特にその作品が好きっていうのもあるので、やっぱりあまり自分は誰々が作ったとか誰々っぽいねっていうのをなるべく出したくないなと思ってて、だからその両方を混ぜた何かを作れるのかなと自分では思ってて、漫画キャラクターとかアニメキャラクターの立体なので、そのままをなるべく立体に出せればなと思ってます。やっぱりちょっとこういうワンプレスさんのお仕事でツイッターでこういろいろ宣伝を僕させてもらってて、まだ原型師やってるかやってないかぐらいの分かんないですけど、若い子たちとかがちょっと原型作ってみたいですとか、そういう連絡もらったことがやっぱあったので、業界に対して貢献なのか分かんないですけど、やってみたいって思ってもらえる方が出てきたっていうことが、いや嬉しいですよね。これはもう漫画にあるシーンなんですけど、ちょっとルフィと戦うシーンがあって、なんかそこのフィギュアが自分としては なかったと思ったんで、まあ、このシーンこそ作った方がいいなと思って作りました。まあ、止まってはいるんですけど、髪の毛の流れとかマントのなびき方とか、そういった部分でちょっとフィギュアの躍動感みたいなものは演出したいなと思ってたんで、なんだろう、普通の絵だとちょっとこう丸かったり、先生柔らかいタッチで描くのでラインは可愛かったりするんですけど、やっぱりシーンの迫力とかを多少演出するんであれば、アウトラインはなるべく先生の絵は再現するけど、その間にあるこういう洋服のシワとかシャープの影が入ったりとかっていうのが入ってくると、迫力を出すための演出ができるのかなと思って、ちょっとそういったところを考えました。はい、去年勝てなかったっていうことに対してはすごい悔しいんで、やっぱりまた声をかけていただいたのが嬉しかったです。去年の反省点はやっぱり自分はこう作り込みで去年は見せようと思ったんですけど、ちょっと作り込みじゃない部分の立体として、あ面白いなって思わせられるようなものを考えるのが好きだし得意かなと思ったんで、そこはちょっと今回は変えました。で、優勝する自信、どうだろう、 100% でこのぐらいの気持ちで頑張りました。はい、やっぱり参加する以上はやっぱりいい結果も出したいですし、まあ、他の参加者にもいいもの作ったねってやっぱ思ってもらいたいので、今出せる自分の最大限のものはやっぱり出せたなとは思ってるので、もうそこを皆さんにも見てもらえたらなと思います。